マサジロー伝承郷料理、今回はですね、これお肉、はい、これと、はい、大根ですね、はい、これ使って、はい、お肉と大根の炊いたんを作っていきましょう、はいはい、まずですね、この大根、これ一回下茹でしますんで、そうですね、大体一人ね、一人っていうか一個がだいたい25から30グラムぐらいの感じかな、はい、これくらいの幅に切っていただいて、でこれ皮ちょっと剥いてください、はい、皮剥いてもらって、これやっぱり冬大根の方がいいんですか、なんか冬大根と夏大根と全然感じが違うんですけど、うん、それは冬の方が美味しい、美味しいね、うん、でこの皮はね刻んで浅漬けにしてもらうと、はい、美味しくいただけますんでね、はい、でこう剥いといてですよ、これをまずこう半分に切ってください、はい、半分に、半分に切る、はい、でこれをねもう半分にこう切っといてもらいましょうか、はい、4分の1にね、はい、4分の1、はい、はい、で面取りをね軽くしていきましょう、はい、でこう出していただいて、まずねこここう切りますやん、で横2つこうシュッシュッといきますやん、はい、でこういって、でまた要はその各角角全部ね、はい、こうスッと取っていただいて、うん、で最後にこの一番こう、はい、周りのカーブしてるとこね、うん、これどんどんこう削っていってください、うん、で水の中にポチャンとつけていきましょう、はい、まあ、別にこれ面取りする必要もないんですけどね、はい、特には一応やっとこうかなみたいな、はい、これをね30分ぐらい湯がいていきます、はい、そしたら今剥いた大根ですね、はい、これ、はい、湯がいていきますね、はい、水から湯がいてください、はいはい、水入れてで火かけてで沸騰したら弱火にして半時間ね、はい、30分経って竹串でこうついてみて、はい、で柔らかくなってたらザルにあげてください、はい、これ 3,40 分で柔らかくならないことあります？まあ大根の立ちによるけれども、うん、まあなるだけみずみずしいやつ使うてもうたら、うん、30分したら十分ですけどね、いや大抵お大根ってちょっと残ってんのが冷蔵庫の奥の方に忘れたり、はいはいはい、あるから、うん、それやったらちょっと長めにせんとあかんかもしれないね、そっか、うん、あ、30分経ちましたね、はい、まあ、これで一回ねこの竹串でこうついてみてください、はい、うん、あ、すっと刺さります、ね、あ、ね、すっと刺さ、こういうの透明感なんですね、そうそうそう、で柔らかくなってんの確認したら、はいはい、これね一旦まあおかあげ言うて、はい、こういう穴の開いたバットとかザルとかにあ、はい、げてもらって、で、あとは牛肉と一緒に炊いていくんですね、はいはい、これザルにあげた後ちょっと時間を置いた方がいいですか、うん、そうですね、うん、ある程度こう蒸気が抜けていくことで大根に味が、うん、含みやすくなるんですね、はいはい、お肉炊いていきましょうか、はい、そしたらこれね、はい、3つぐらいにこうカットしてもらえますかね、はい、あ、そんな大きいっていいんですか、そうそう、それぐらいの方がね食べ応えある、そう、うん、ちょっとごちそうですね、うん、これ3つぐらいに切って、あ、このまま、そうそうそう、これでいい、うん、それでいい、お肉切るときってね、こうやって切るんですか、そうそう、どうやって切るお肉切るときね、なんかちょっとね、なんていうの、こう、ああ、滑らしながら使って切るとこういう風に、で私、あ、切れてたよかった、でここにちょっとこうほぐしながらこう、はい、そうですね、入れといてください、これ切り落とし買ってきたら別に切らんでも、あ、そうですね、そのままいってもらったら、うん、これを炊いていきましょうか、はい、はい、お肉炊いていきましょう、はい、はい、そして調味汁をお願いします、はい、水 340g、はい、で酒が同量ですね、はい、入ります、はい、あ、ほんでお昆布忘れてた、すいません、 お昆布も入れて、はい、でお砂糖結構入りますね、はい、120g、 お砂糖 120g、 はい、で
濃い口醤油が 100g、うん、100g はい、はい、でもうちょっとゆすいでもらったら、はい、はい、でお酢、お酢、米酢、米酢 4g、 4g で、はい、生姜が何か何グラムよいしょ入りました、はい、はい、そしたらこれ火つけてですよ、はい、あ、煮汁沸いてきましたね、はい、そしたらお肉入れてもらいましょうか、はいはい、いいです、1枚ずつ入れたらいいですよね、そうですね、ほぐして入れてもらったら、ね、うん、まあ適当でいいですよ、ある程度、なんか、はい、なんかもうじゃんじゃんいってください、はい、そうそうそう、はい、そしたら、アクがね、ここで出てきたらアクを取っておいてください、はい、でね、この場合ほとんどね、アク、お肉によってね、アク全然出ないんですよね、だし、これみたいにほら全然出えへん、あ、ほんまや、もう落とし蓋して、はい、このまま炊いていきましょう、落とし蓋をお願いします、はい、はい、で、こう蓋してこのまま、20分炊いてください、昆布は入れたままでよろしいですか、昆布入れたままですね、はい、あ、牛肉炊けました、はい、どんななってるかと言いますと、こんな感じですよね。あ、おいしそう、ツヤツヤしてます。生姜も色づいてますね。ねえ、おいしそうですね。おいしそう、まあ。この牛肉の煮汁をですね、加えて大根を炊いていきますね。はいはい、そしてお肉炊けましたんで、はい、このお肉の煮汁を、大根にこう含まして、はい、で、旨味を増していこうということで、はいはい、70g 測ってください。はい。はいはい、これだいぶ 50cc 分、もうほぼほぼいけてますね、70になった、ぴったりや、はい、はい、ほなこれで、このね、大根煮汁にこの牛肉の煮汁を加えて、煮含めてまいります、大根煮汁を合わせて、はい、ほんで大根を煮含めてまいります、はい、じゃあまずお昆布からでしょうか、はい、はい、お昆布 6g、 6g、 はい、お水、水、はい、600で、これが大事なお出汁ですね、はい、牛肉煮汁 70g、 はい、でお酒 60g、 はい、で、薄口醤油 13g、 はい、 13g、 はい、で最後、あ、みりん 25g、 みりん25、はい、はい、そしたらこれ火つけてですよ、でも大根も入れといていいですか。いいですか、はい、はい、入れときましょう、はい、あ、ごめんなさい、はい、で、これ煮立ってくるじゃないですか、はい、そして弱火にして、はい、大体20分から25分ぐらい煮含めていただいたら、はい、炊き上がりとなります、はいはい、沸いてきましたんで、はい、これでね、ちょっとアク出てますやん、はいはい、このアクだけちょっと寄せていただいて、あ、アクって寄せるんや、そうそう、寄せてこうすくう感じ、いちいちこう、一箇所ずつ取ってました、こうやってこう寄せ、このお玉のね、底で寄せてからこう一気にすくい取る感じ、普通のお玉でいいんですね、私、そうそう、すくいじゃくしみたいな穴の開いたんでやってました、あ、もちろんそれでもいいんだけども、で、これで火弱くしてもらって、はい、20分間煮含めてください、はい、はい、大根炊き上がりました、美味しそう、こんな感じですね、うん、ちょっとこう色がついて、はい、まあ、美味しそうに、ね、はい、炊けましたですね、うん、あとはこう牛肉ももう一遍温めていただいて、はい、一緒に盛り合わせて、はい、で、青梅かなんかあればちょっと添えていただくと、まあ、完成ということになりますね、その盛り付けるときに煮汁ちょっと入れますでしょ、うん、どっちの煮汁を入れたらいい、あ、大根の方がいいですね、大根の方がいい、ちょっと、うん、薄めの方がいいですね、そうです、そうです、だから一緒にもちろん肉と大根炊いてもいいんだけれども、はい、お肉ってちょっと凝ってるイメージじゃないですか、そう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 、だからこのあっさりめに大根をちょっと薄味に炊くことで、はい、そのバランスが取れるというかね、うん、そういう料理でございます、
お肉とお鯛の炊いたん、はい、盛り付け終わりましたんで、どうぞお熱いうちにお召し上がりいただきますように。そうです、いただきます。どうぞ。七味振ってあるのかな。あ、そうですね、はい、はい、ちょっと菊なすを入れて七味を、ね、振ってあります。そうなんや、はい、これお肉とお大根はどっち先食べたらよろしいでしょう。あ、それもお好みで、お好みで、うん、じゃあ味の薄いものからいただきますね。どうぞ。相性いいんですよね、やっぱり。うちではあのすき焼きにも大根の千切り入れるんですよ。あ、そうですか、はい。これどれくらい相性がいいかというのをちょっと説明しておきますと、うん、ね、テンポイントとシカドアキラぐらいで相性がいいんです。もう抜群の相性ですね。お肉もお大根も両方とも美味しいです。はい、あ、よかったです。で、あと喉乾きませんね。あのすき焼きとかにお大根とあの牛肉入れて食べたら、私はちょっとやっぱり濃い味やから喉乾くんですけど、そう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 、甘辛いですからね。結構あの別々にお肉はお肉、ね、そうそうそう、でそのお肉のお出汁をちゃんと生かしてお大根炊いたから、お肉の旨味は大根に移ってるんやけど、あの優しいお味で、そうそう、あのお肉がどうしてもねこってり味なんで、うん、お大根をね薄味で炊くことによってちょうどいいね、うん、塩梅になって、もうあの一鉢の中で、うん、甘辛いのとあっさりしたのとでちょうどこう調和されるということでございますね。はいはい、もう今日もあの大根がお大根がごちそうになって、なんか出世したみたいな。そうそう、主役級にね格上げになってます、ね。はい、生姜も入っていて体も温まって、うん、冬にぴったりです。あ、そうですね、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、それではですね、今日の動画ご覧いただきまして、あのちょっと家でやってみようかなとかね、あの、まあ、参考になりそうやなと思われた方、ぜひとも、チャンネル登録と、高評価何卒よろしくお頼み申し上げます。でね、これ料理教室ね、あの今お話しいただきましたけれども、はい、あのまあ火曜日がね、はい、今ちょっとだけ空席ございますんでね、はい、ぜひまああの興味のある方、お申し込みいただけたらなと思いますんで、うん、そちらの方も何卒よろしくお頼み申し上げます。それでは皆さん、次回の動画までごきげんよう。ありがとうございました。